高井馬琴は、高男子の名跡。高井馬琴とも表記。初代から六代目まで存在する。三代目までは東流祭。本名、吉田恒吉。1801年から1857年10月6日。1827年から1869年力士伝を得意とした。本名、小金井三次郎。 1853年2月4日から1928年12月27日、去年76、11月9日から1985年10月26日は、孔男子、本名、大岩木三郎、若い時は二代目、大島白鶴の影響を受けた。同時期に活躍した、孔釈師、五代目、一流祭定城はいとこにあたる。 昭和20年代には参院選に立候補し、1971年には皇居内で皇族方に講演した。独特の口調から、踏ん詰まりという悪口があった。漫画家の長谷川町子が倉庫として使っていた文京区、千田義団子坂の土地を包囲が良いという理由で、頼み込んで譲り受け、総費の木造りのバキンガム宮殿とも呼ばれた豪邸を建てた。その後、バキンが、 午前公演をするほど活躍したのを見た長谷川は、駅も当たるんですね、と言った。六代目、宝井馬琴9月13日から2015年9月25日は、日本の高団市、静岡県清水市出身、本名、山梨勤。と九1959年、明治大学文学部を卒業、学生時代には、ラジオ東京の素人寄せに出演経験がある。五代目、 宝井馬琴に入門。三代目ごと町を名乗る。1966年、新内に昇進し、四代目、こと鶴に改名。1976年、1984年、文化庁芸術最小優秀賞受賞。1987年、六代目、宝井馬琴を襲名。1988年、浅草芸能大賞奨励賞を受賞。 1991年、文化庁芸術最章受賞。1998年、芸術専賞文部大臣賞を受賞。1999年、史受章賞を受賞。また、2006年から10年まで、講談協会会長などの要職を歴任した。ありがとうございます。